NHK 受信料について渋谷の若者や新橋のサラリーマン100人にアンケートした結果、大半が納得がいかないがネットではない。内容はこちら。NHK 受信料に対するアンケート結果が話題のようです。では記事の一部を引用しご紹介いたします。NHK のネット配信も受信料徴収対象に。新ネットサービス利用する？受信料どう思いますか？そもそも払ってますか？若者とおじさん100人に聞いてみたら意外な反応が。ほとんど見ない人も同じ料金は不公平、見たい番組がない、そもそも高いとの否定的な意見が多くを占める中、すでに受信料を払っている人が多い新橋ではこんな意見が。この前の能登半島地震で NHK の災害情報は必要だと再確認したので、契約は続けたいし、そのようなネットサービスができるのはありがたいです。ただ現状の受信料は高いと思う。子供はもっぱら YouTube で好きな動画を見るし、私自身も普段はあまり NHK を見ないので、正直なところ災害時以外に必要性を感じない。これを機に安くしてほしいですね。40代男性 IT。義務だから払ってるけど、公共放送なら国民が希望してもないドラマやバラエティ、スポーツなんか放送しないで、ずっとニュースを流しておけばいい。民放のような番組を放送するなら受信料を下げるべき。50代男性、営業。渋谷の若者、新橋のサラリーマン合わせて100人に話を聞いたところ、受信料を支払っていると答えたのは63世帯だったが、受信料の金額に納得がいかないは93人にも上った。果たして NHK のインターネット展開は国民に受信料以上の満足をもたらしてくれるのだろうか。 NHK に対する不信感が高まっているようですね。まあ当たり前の話ですが。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。くだらん吉本、くだらんタレント、下手くそな歌手もどきグループが昔の歌を歌ってるのが許せない。希望してるかどうかは別として、優しい猫みたいな明らかに日本の国益を損ねる番組はダメだろうと。流行ってもないのをご利用しなければいいだけ。年末の恒例の歌合戦も韓日歌合戦になり下がっていましたし、さっさと廃局ですね。中国、韓国には無料放送。 NHK の社員にどれだけの中国、韓国人がいるのだろうか。国民放送というより反日放送だよね。偏向報道や日本を悪く言うようなのは見たくない、っていうか潰れろ。韓国ゴリ押しばかりの NHK はもはや日本の公共放送とは言えません。次はこちら。放送する内容には口を出すな、でも金は出せだから納得できんわな。結局のところコンテンツ力に自信ないからスクランブル化できねえわけでしょ。だから押し売りの電波ヤクザだって揶揄されるんだよ。自由契約に基づいて見ない権利さえ保証してくれれば組織の事情などどうでもよろしい。高い金取っておいて再放送だらけなのもね。報道は捏造だらけだし金払う価値がない。見てない人から金を取ろうとするから押し売りも大概にしろ。自民党は NHK 利権でもあるのか。 NHK 受信料はおかしいやろ。民意って何なんだろうね。 NHK の押し売り許すマジです。次はこちら。テレビないから契約してません。10年以上前にテレビ捨てたわ。逆になんで捨てないの。うちも引っ越しして NHK が来る前に壊れてそのまま買い替えてない。アマプラとかあるしテレビなくても不自由しないよね。これネット配信で十分。 NHK に金払うよりもサブスクに金払った方がいい。その方が資本主義的。逆に TVer とかあるから少し前よりもテレビ番組には詳しくなった。そもそも働いてたら NHK 見る暇ないからな。テレビを捨てたら万事解決ですね。最後はこちら。スクランブル化だけしてくれればそれでいいです。三流バラエティ番組と偏向報道番組のオンパレード、早急にスクランブル化してください。
クランブル化に自信のない NHK 生きる屍放送局。見ない権利は国民に選択権がないようだ。強制されるなら国営にして、職員の給与は公務員と同じにするべきだ。 BBC は受信料やめたろ。日本も見習えよ。平均年収1500万の NHK を潰そう。 NHK を解体しよう。いつまで経ってもスクランブル化に踏み切らない NHK、 異常ですよ。結論。これだけ多くの国民が NHK のスクランブル化を要望し、 NHK 受信料の廃止を訴えているにもかかわらず、国会議員や総務省や NHK は国民の声をガン無視し、 NHK の受信料の見直しやスクランブル化に踏み切るのではなく、逆にネット受信料を徴収し、国民負担をさらに課そうとする始末。一体この国はどうなっているのでしょうか。しかも NHK は偏向報道や捏造報道や韓国ご利用しなどやりたい放題、平均年収1500万円ですからね。こんな愚行をいつまでも許していていいのでしょうか。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。